暑い。暑いですね。暑いよ。今年異常ですね。やっぱり暑いね。本当に。はい。猛暑日が。暑い。暑いですね。暑いよ。今年異常ですね。やっぱり暑いね。本当に。はい。猛暑日が異常だそうです。喉乾いた。はい。もう水分欲しい。はい。ね、喉乾いたでしょ。喉乾いてますよ。喉乾いたでしょ。なんかないですか。なんか。喉乾いたでしょ。はい。あるんですよ。え？あるんですよ。おお。もうこんな暑い時に、はい、飲みたいドリンク。用意しました。え？ありがとうございます。はい、なんすか、なんすか？絶対好き。え？絶対好き。おいくよ。ほうほう。じゃじゃーん。ラムネ。ラムネ。完璧じゃない。飲みたいでしょ？いただきます。いい感じ。じゃ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 、待って。え？ただ。はい。うちら何人いる？今日今3人ですね。3人ね？はい。2本しかないんですよ。え？ごめんなさい。ごめんなさい。何でも一本も。2本しか売ってなかった。2本しか売ってなかった。また。ほんとほんとほんと。2本しか売ってなくて。あ、でも俺一番汗かいてるんだ。そういうことじゃない。そういうことじゃない。そうだよね。これはね。違うんですか？で、はい、せっかく今回してるでしょ、うん、はいはいはい。この2本を3人で、はい、取り合おうかなということで。はい。やりますか、じゃあ。いやいや、暑いから。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 はい。そうか。何するんですか、じゃあ。何で決めましょうか、それ。動かなくていいやつ。動かなくていいやつ。はい。これですよ。一斉のですね。懐かしいな。ね、懐かしいでしょ懐かしいですね。はいはいはい。まあ公平ですね。はいはいはい。で、ラムネ2本をかけて、はい。一斉の大会。わかりました。3人で。じゃあ、勝ち抜けってことかな？勝ち抜けですね。ってことですね。だから、負けたやつは、最後残っちゃったやつは、ラムネ飲めないです。飲めない。なるほど。飲み様を見る。はい。飲み様を見るしかない。もう、かわいそうだから、ちょっと飲むもない。ない、ない、ない。感染しちゃうから。なるほど。あ、そうですね。あ、そうこのご時世はダメですから。で、これは、一斉の何っていう掛け声でしょ。一斉の何一斉の何はい。ゼロから、3人いるんで0から6まで。6までですね。はい。はい。で、当たったら1個ずつ引いてくって。はい。はい。じゃあ、こう行きましょうか。わかりましたよ。はい。岩さんから参加ここからでいいですか、はい、はい。じゃあ、ということで、はい、晴れとけ、ラムネをかけた一斉の大会、始まります。はい、いきますよ。はい。一斉の 4! じゃあ、一斉の 3! ふぅー。一斉の 1!あげるね。一斉の3。これいきますよ。一斉の4。おお結構多いですからね。これ3人って結構多いですね。そうそうそう。うん。一斉の1。うん。一斉の2。よっしゃー！これで今4残ってるわけですね。はい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 。いきましょうか。じゃあ、一斉の1。うーん。一斉の2。うーん。一斉の1。うーん。そうな。うんうん。一斉の2。一斉の1。ああ、接戦だな、おい。いい勝負とかいらないんだよ。よ、はい。一斉の0。うわあ、思ったよりおもろい。まず。あれ思ったより盛り上がり盛り上がるね。汗かいてるもん、本当に。盛り上がりすぎてるし。今の抜け方かっこいい。ゼロ抜けね。すごいなぁ。やべぇ。いやいやいや、岩田さん決勝ですね。決勝か。まあ、ちょ、先行のりさんだから。ありがとうございます。よしよしよし。よし。いきますよ。どうぞ、どうぞ。はい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 。じゃあ、一騎打ちですよ、もうここ。はい。じゃあどうしようかな。
一斉の一。一斉のゼロ。早くしてくんねえかな。ぬるくなっちゃうんだよな。いきますよ。はい。一斉の一。ということで、すいません、すいませんね、じゃあ岩田と小林がマジかラムネ、ラムネ行ってください。じゃあいただきます。いや、ね、久しぶりだなこれ。いいでしょこれ。いいですねこれね。いいおーどう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 。あ、これありましたね。そうそうそう、こういう開け方ね。これを、ね、この白いのを取って、うん、はい、いいですよ。せーの、音は聞いて大丈夫だから。あ、いいんですか。音は聞いていいから。はい、やすよ。はい。せーの。おー、いいねー。シャンパン。シャンパンみたいじゃないですか。いいね。いいじゃないですか。なんか思ってる。またね、ちょっとこう。おー、いいなー。うん、じゃあ、はい。じゃあ、じゃあすいません。勝利の美酒を。はい。すいません。いただきます。すいません。いってらっしゃいませ。ごめんなさいね。いってらっしゃいませ。いただきますよ。いただきまーす。意外と乾杯しないって。うん、まっ、めちゃくちゃうまいなこれ。ラムネめちゃくちゃうまいな。めちゃくちゃうまい。こう買って飲んでるっていうのがね、またね、うまいよ。うまいですね、やっぱね。めちゃくちゃうまい。夏はラムネですよ、はい、やっぱりね。はい、はい、いや昔懐かしい味、うん、ビー玉入り、おいしい。中山、おいしい。おいしいね、これね。おいしいわ。いやいや、わかるわ。飲まんでもうまかったもん。飲んだらうまいに決まってんねん。え、美味しいよこれ。いやこれなんていう飲み物でしょ。俺ラムネに決まってるね。ラムネ争奪って言ってたよさっき。あるんだよ、美味しいのがね。美味しいのみ物があるんですよ。はい、ちょっといただいちゃいましょうかね。さっきまで同じ熱いテンションだったのに、めちゃくちゃうまい。ヘラ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 して、うん、おおおおじゃなくて、さっきそんなの言ってなかったし。うん、なんかどっかにラムネを引っ掛けて飲むんですよね。そうなの？そう。ここにラムネを引っ掛けて、なんかくぼみみたいなところに入れると口にパカパカなんない。なるほどね。そういうことなんだ。じゃあそれでやってみようか。やってみましょうかね。ね、うん。引っかからない。全然ビー玉が引っかかりませんよ。これこうやって飲むと。どっちでもいいです。美味しいな。皆さんもどっちでも大丈夫ですよ。美味しい。うん。どっちでもいいです。いや、とにかく、3人いるときは3本買いましょう、うん、皆さん。これだけ俺が言いたいのは、3人いるときは3本。美味しいよこれ。美味しいな。一斉のゼロ。ああ。最後これで終わりましたからね。ダメだもん。ダメだの。岩田も小林もダメだほら。ああ美味しい。ね。これちなみに、これもう2人の知ってるラムネからこの青いカバーでした。マジ瓶ありました。マジ瓶だったな、ね。私の時代はもうこれになってたと思う。透明じゃなかったね。ブルー。グリーンっぽいやつだった。あれなんか飲み口瓶ってもうすんごい前ですか。すんごい前だと思うよ。さかな。見間違いかね。なんかどっかで見たことあるんだけど。あ、でも作ってることは作ってるんじゃない？なあ、じゃあどっかにはあるかもしれない。もっと開けにくかった。ですね、ああ開けにくかった、うんうん、なんかこんなんでなかったような気がするんだよな、うん、俺子供の頃。これってだって青いの外したら確かビー玉普通に出てくるんですよ。そうそうそう、ああでも本来本当に出ないやつ、ね、そうそうそう、割らないと出ないやつ。なんか割ってビー玉、うん、なんか出す出してたよ。なんかあったような気がするんだけどな。私の時代はもうこれでしたね、うんうん。これをね、こう逆に回すと、うん、取れるんですよ。で、ビー玉が出てくる。うん、そう。なるほど、ね、そう。逆に回す。そういうことです。そういうことか。そういうことです。はい。じゃあ、なんかせっかくだから。あげよっか。これはね、あげてもいいですよね。うん。うん、かわいそうだもんだ。はい。あ、二つ玉があるなんて、めでたいじゃないですか。皆さん、ご覧になっていただいたと思います。これが
大人です。皆さんはこういった大人にならないように、また大人の方もこういった人間にならないように気をつけてください。はい、気をつけて。これが大人です。うん、はい、うん、ということで、美味しかったですか？そうですね、ですラムネもう、完飲しました。はい、美味しかったです。はい、だそうです。本日も視聴いただきありがとうございました。はい、ということで、はい、皆さんも熱中症に気をつけてください。はい、はい、チャンネル登録お願いします。チャンネル登録、高評価はいよろしくお願いします。お願いします。では、今日はこのくらいで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いいよ、綺麗じゃん。